会場。まるちゃんもキンキンに冷えたまるちゃんが売ってます。ただいま0時45分でウーバーを待ってるんですが、こんな感じで人が、あれさっきまで歩いてたな、結構人が歩いてるので、私が住んでるレオンは夜中なんて人一切歩いてないですから、メキシコシティはね、多分夜は歩いてても危険な場所に行かない限り多分大丈夫なんじゃないでしょうかと思いました。どうでしょうか、メキシコシティの方めっちゃ羨ましいです。なんだか、有名なチェーン店、タコスのチェーン店だそうです。オリノコ、インナーアートみたい。あ、本当だ、インナーアートみたい。メニューがこんな感じです。インナーアートみたいだね。あ、なんか英語メニューが来た。こんな感じです。はい、このメニューなんですけど、初めて見たときは全然わかんなかったです。はい。解説すると、まずこの店には3種類のお肉がありますよと。左からパストール、豚肉ですね。こういう感じで焼いたもの。で、牛肉、牛のヒレ肉。もしくはチチャロン、豚の皮を揚げたもの。この3つしかないですよと。ふんふんと。で、メニューの種類はタコスだけで11種類ありますよと。こんな感じで。で、スウェルトスっていうのは、まあ、スタンダードなタコスですね。乗っける肉がこの3種類どれですかと。で、細かくこの下に何が乗ってるかって書いてありますね。で、コストラっていうのは、このタコスにチーズが乗ってるバージョンですよと。で、このエスペシアレスっていうのは、ちょっと大きいタコスですよと。こんなものが乗っていますと。で、肉の種類はこんな感じですと。いう感じで選ぶんですよ。で、さらに壁のメニューを見ると、トルティーヤの種類も選べるんですよ。小麦粉か、コーンか、揚げたトルティーヤか。で、もちろんエキストラってとこにサイドメニューもあるので、ぜひお店に行った際は好きなものを挑戦してみてください。厨房がすごいね。忙しそう、忙しそう。こんな感じね。美味しそうな肉だな。美味しそう。うん、来ました。レース、レース、パストールと、みんなはこのポテトを頼んでます。美味しそう、めっちゃ美味しそう。いただきます。すごいな、この具の量。シティはこんなに具沢山なのか。レオンはもっと具が少ないぞ。ここに玉ねぎがあって、これはポテトじゃなくてパイナップルらしい。美味しい。お店結構煙いな。でも美味しい。お店こんな感じです。めっちゃローカル。この店はね、最初に来るとメニューの頼み方が非常に難しい。私はレスと、なんだっけ、これとこれを頼みました。でも全部美味しかったです。なんかね、タコスは今深夜1時なんですけど、メキシコ人にとって多分締めのラーメンなので、ヘルシーなんだかよくわからん。でもここの、ヘルシーではないという意見が日本人から飛び交っております。が、でも美味しい。ここのは美味しい。なぜならば具が多い。あの、肉が分厚くて、肉自体が美味しい。あの、うちのレオンは美味しいんだけど、なんかカスみたいのがね、結構、なんだろう、カスみたいのがちょろっと乗ってるだけなので、ここはお得だと思います。なので、ここはチェーン店だそうなので、ぜひぜひ、シティの皆さんは知ってると思いますが、他から来た方ぜひ試してみてください。はい、ただいま1時30分でございます。なのに私たち歩いてます。こんな時間に歩けるメキシコシティなんですね。すごいね。結構人は歩いてるしね。なんか平和だね、メキシコシティって。レオンでこんな1時半なんか歩いたら、もう誰かに襲われて終わるわ。今からまさかのサルサに行きます。食べていいのか。おお、なるほど。めっちゃ面白いな。トイレでお菓子を売っています。
オラのゼッタです。ただいまメキシコシティに来ております。シティに来てる理由が、昨日ナダル選手の試合を見たからなんですけども、ついでに、2泊して観光してるとこです。今から向かってるとこはですね、ロゼッタっていう有名なレストランです。私の店じゃないですよ。なんて言ったってメキシコシティに住んでる方は皆さん知っている有名なレストランで、Google マップで見る限り盛り付けが綺麗な感じなんですけど、フレンチなのかメキシカンなのかイタリアンなのかちょっとわからないですが、とにかく何で有名かっていうと、世界のトップ100のレストランに選ばれた店なんですって。だから予約が取りにくいということだったんですが、今回はラッキーなことにちょっと中途半端な4時半という時間ですが予約が取れたので今向かっております。ちなみにメキシコシティはまさかの歩いてレストランに向かっております。ホテルからね、歩道がねちゃんとあるから歩けるっていうのもあるけれども、私の住んでるレオンと違って車で移動するよりもバスや電車、徒歩で、あと自転車かで移動している方が多いそうなので、もうそれが私不思議でたまらないね。メキシコで歩いたら危ないみたいな印象があるので、メキシコシティはこんな感じで普通に人が歩いてるんですよ。こんな感じでめっちゃ人いるでしょ。ちなみに車が多いせいか空気がめっちゃ汚い、喉が痛い。メキシコシティの問題といえば空気汚染と、あと車の渋滞ですよね。どっちがいいんだかね。メキシコシティだとレストラン選びとかスーパーの選び方、日本食もたくさんあるし困んないけど、空気汚染に悩まされると、どっちがいいんだろうな。というわけで今からレストランに向かいたいと思います。それにしてもわかるかな、砂ぼこりっていうか空気が白いんですよね。この映像で伝わるかわかんないんですけど、空気が汚いから喉が痛い。そしてこの渋滞のエグさ、これがメキシコシティらしい。この道のガタガタってこの前の地震のせいかな。メキシコって地震起きるのに家を建てるときに耐震がないらしいのでめっちゃ怖いですよね。ちなみに街並みって私感覚的にベトナムとかアジア系の街並みに似てると思う。なぜならその排気ガスの空気の汚さと、この街並み屋台があってこういう感じが私アジアに見えるんですよね。到着しました。ロゼッタです。私の店ではございませんが楽しみー。オラー。メニューが皮です。ロセハー、これにしました。ジェグラシウス、スパークリングにしました。メニューは紙なんだね。で、英語のメニューを持ってきてくれたのかな。こんな感じです。何が何だか絵がないから分かんないな。ちょっとおすすめを聞きます。今おすすめを2人に聞いたら、オイスターマンゴーとステーキタルタルとキャベジとか、桁がやばいホワイトトリュフとか、どれか迷うな。絵がないから想像できないですね。おすすめこれ頼んでみたけど、想像と全然違ったタコスじゃない、キャベジのタコスだわ。このメニューはですね、想像しにくいので店員に聞いた方がいいんだけど、店員に聞いてもね、2人に聞いたんだけどそれぞれ違うことを言うからね、なかなかイメージするのが難しいね。でもこう出てきてうわーなのがいいのかもしれないけど、こちらタコスみたいのだよって言って、確かタコスだけどキャベジで包んだだけっていう、ちょっと想像と違うのが出てきちゃった。でもまあデモンストレーションは綺麗よね。さあ次はどのメニューが出てくるでしょうか。そう、パッと見個人的に私が好きなメニューがない。もう難しい、想像するのが難しい。あと店舗もそんなないから多分予約が取れないでしょうね。でもこう森にいる感じでおしゃれではある。こんな感じです。中のポーレがあったかい。あ、ピューレ美味しい。なんだピューレこれ。ピスタチオの、何だろうね、うまく説明できないけど美味しい。これ一つで100ペソぐらいです。
お通しのパンは言ったら出てきたけど言わなかったらきっと出てこなかったでしょう。どうなんだろう、どうなんだろうか。世界80位はそれでいいんだろうか。うん、強いて言えばこうパンの種類を紹介してもらえるとよかったかな。これは美味しいけどね。来ました、すっごい美味しそう。確かにソースこだわってるわ。トマトピューレにナッツ系の、香辛料とナッツ系のペーストが入ってて、お食事美味しいね。お食事美味しい。これは何回か来ていろんなメニュー挑戦するのもいいかも。値段的に1品ぐらいかな。どうですかね。めっちゃ美味しいです、どの料理も。わー、アボカドのソルベで、これがアボカドオイルなんだって。とグレープフルーツ。おしゃれ。アボカドオイルってどんな味するの？なんかスパイス、ハーブ入ってる。アボカドのアイスってメキシコだと結構普通で、普通に美味しいんですよね。美味しいんだけど、今まで食べたことのない味で、なんか楽しめる。初めての味。なんかワクワクする料理が多いね、ここ。だから世界80位になるかもしれない。ぜひぜひメニューを一個一個試してみて、どれが美味しいか教えてください。ちなみに多分時期によってメニューが変わるっぽい。友達に勧めてもらったピンクのモルはもうなかったので、ちょっと難しいね。それぞれの季節に出るメニューを楽しむって感じですかね。ブリエン。ロゼッタのパン屋もあるみたいなので行ってみます。おぉ、ここか。パン屋です。メニューが壁に書いてある。おしゃれ。こんな感じです。美味しそう。ペンで書いてあって美味しそう。店内の雰囲気めっちゃ可愛い。暗いけどちょっと夜だから。おしゃれだね。ロゼッタのレストランは全てのお料理がとっても美味しかった。なんか一つ一つ味にこだわって、多分素材にこだわって作ってる感じがしました。ただ私たちが食べたメニューが、4時半だったので、ランチメニューだったので、夜はまた別のメニューになるそうです。今度夜のメニュー食べてみたいと思いますが、いつも混んでるみたいなので早めの予約をした方がいいですね。ただかなり高いと思う。あの量で1万5000円かな、しました。味は美味しいからいいんですけど、たまたまかもしれないんですけど、ちょっとサービスが値段の割には普通すぎたかなって感じですかね。もっと丁寧に店員自らメニューの説明をしてくれたり、途中でなんかとどびえみたいな感じのコメントが結構いい店って多いんですけど、今回のお店はなく、クラロケスイも言われなかったので、結構カジュアルな店員の対応でちょっと逆にびっくりしました。もしかしたら夜の店員は丁寧なのかもしれない。ロゼッタのお店は、パナデリア、パン屋とレストラン両方行くのはメキシコシティの皆さん結構行ってるみたいなので、ぜひメキシコシティに来た際は一回食べてみるといいと思います。ラーメン来ました。いただきます。麺うまっ。